皆さん、こんにちは。今日は、8人制サッカーのフィールドを使って、計算にチャレンジしてみましょう。連続して4つ問題が出ますので、テンポよく回答していってください。4問出題後に、各問題の答えが出てきますので、自分の回答をチェックしてみてください。それでは、スタートします。最初の問題です。 フィールドの幅50メートルを9秒でドリブルすると300メートルドリブルするのに何秒かかりますか次の問題です。100メートルを13秒で走れる選手が同じペースで走ったとき、フィールド3周を何秒で走りますか フィールドの長さは64メートル。幅は50メートルです。次の問題です。フィールドを表すラインの内側の長さは何メートルですかフィールドの長さは64メートル。幅は50メートルです。各ラインは12センチメートルの幅で引かれています。 次の問題です。センターサークルの外周の長さは何メートルですかセンターサークルは半径7メートルの円で描かれています。また、円周率には3.14を用いて計算してください。次からは答えに移ります。 自分の回答が合っているかチェックしてみましょう。まだ回答できていない場合は動画を戻してもう一度最初から再生して回答を作成してからチェックしてみてください。最初の問題の答えです。300メートルをドリブルするのに50メートルのフィールドを何本走るかというと300メートルを50メートルで割って6本。 50m を1本ドリブルするのに9秒かかるので6本走るためには9秒かける6本で54秒。答えは54秒です。次の問題の答えです。フィールド1周の長さは64、64m トル 50m、ートルかける2で 228m。3周するので、 228メートル ×3 で684メートル。684メートルを100メートルあたり13秒の速さで走るので、684÷100×13 で88.92。答えは88.92秒です。次の問題の答えです。ラインの幅をメートルに直すと、 0.12メートルタッチラインの内側の長さは両端のゴールラインとの交点分つまり12センチメートルずつを引くと求めることができますよって64メートル引く0.12メートル引く0.12メートルで63.76タッチラインは2本あるので 63.76×2 で127.52メートル ゴールラインの内側の長さは、両端のタッチラインとの交点分、つまり、12cm ずつを引くと求めることができます。よって、50m-0.12m-0.12m で49.76。ゴールラインは2本あるので、49.76×2 で 99.52m。タッチラインの内側の長さと、 ゴールラインの内側の長さを足して127.52足す99.52で227.04答えは227.04メートルです次の問題の答えです円の外周の長さは直径×円周率で求めることができるのでこの問題に当てはめるとセンターサークルの直径は 7メートルかける ×2 で14メートル。よって 14×3.14 14で43.96メートル。答えは43.96メートルです。楽しくできましたかこれで今回の計算チャレンジは終わりです。ありがとうございました。